はい、つけました。アラハシラガゴケですね。はい、この苔は見事にこのね杉の木にねたくさん生える苔ですね。下の方にもね、ある程度ね、これから大きくなりそうなね、そんな株がいくつかこの木の幹の周りにあります。はい、やっぱりね大きな杉の根元には定番のアラハさんがね活着してますね。まだこれは小さい株ですね。ここら辺なんかねこれからね大きくなってくるそんな感じですね。はい、やはり杉の木の根元はこれはアラハさんかな。アラハさんだと思います。アラハ白髪ゴケですね。はい、結構やっぱり杉の根元はねアラハさんのまあ住処というかね、聖地というかね。はい、こんなにね丸いねコロニー作ってます。もう切り株見てくださいね。アラハさんとそばさんがね見事に共生してますね。これ結構ねこういうのあるんですよね、共生してるのね。はい、こちらもアラハシラガゴケですね。はい、これは倒れた倒木の上にね丸くね綺麗な形で株を作っています。アラハシラガゴケです。この辺もはいびっしりとね一周、はいすごいですね、一周しました。お、この辺はね細葉さんだな。ちょっとグリーンの濃いのもねこれは細葉オキナゴケだと思いますね。よく矯正していますがねこれなんかね両方混じってるそんな感じですよね。はい、この辺ですよね、この辺ですよね。はい、細葉オキナゴケです。ここにすごい切り株のところにすごいなこれ。ははアラハさんと、細葉さんが一緒にね混成してますね。あ、今日9月のね中旬ですがね涼しい風がね吹いてきますね。今ね林の中は涼しいですね。はい、こちらは細葉さんですね。細葉オキナゴケですね。このね先ほどのね白髪ゴケよりもね毛足がこう細い、そしてグリーンが濃い、そんな特徴がありますね。細葉というぐらいでね葉っぱが細いというね細葉オキナゴケ。はい、この切り株にもアラハシラガゴケですねこれね。このはね、もっとこう毛足がね、本当に細いというかね、糸みたいなね、細い毛足ですね。はい、この辺は見事な細葉オキナゴケさんのね、群生です。やっぱりね、杉の木ですよね。